地味にすごい高越ガール河野悦子 12.9%、 それが第1話の視聴率なんだけど、この前の7月クールで平均と最高視聴率でナンバーワンとなった同じ枠の家売る女の初回視聴率 12.4 を上回り、最高を記録した最終回の 13.0 に肉薄する上々のスタート。うん、高越という仕事に初めてスポットが当たることでも注目度はかなり高かっただけに、目論見通りと言えそうでね。うん、でしかも主人公の略して高越こと河野悦子を演じる石原さとみ自身も、地味でも世のため人のためになっているお仕事をされている皆さんを応援できる作品になればと決意表明したり、さらに今年親友が結婚式を挙げて挨拶を頼まれたのですが、思いが溢れて文章がまとまらず本当に大変でしたと、プライベートで文章の難しさを痛感したばかりで、膨大な文章を冷静にチェックする高越という仕事をリスペクトしていることを披露したりと、まあオンエア前から結構好印象で高評価が期待されていたんだけど、例えばウェブサイトサイゾーウーマン10月6日付の記事によると、好調な滑り出しに見えるものの、石原さとみ演じる主人公の独特なキャラはネット上でも賛否が分かれているようだ。とある芸能ライターの話では、石原といえば失恋ショコラティエで演じたゆるふわな小悪魔美女の冴子の印象が強く、それが同性にも大受けしていました。しかし今回の役は早口でキャンキャン喋るサバサバ系のキャラ、さらに主人公はファッション誌編集者を目指すだけあって服装も個性的でなかなかにぶっ飛んでいる、それにがっかりする視聴者も結構いたようですとのこと。確かにネット上でも、石原さとみに奇抜な服は似合わないよ、メイクも濃すぎ、ふんわり系のさとみが見たいのにといった声が少なくない。また早口でまくし立てるような喋り方にも、この人にはおっとりした役の方が需要ありそうだからもったいない、キンキン耳障り、うるさいし偉そうだし言葉遣いも悪いから見ててイラつくなどとネガティブな意見が多く、中にはうざい女のモノマネしてる横澤夏子の喋り方みたい、もう横澤夏子にしか見えないとの声も。とはいえ、家売る女の北川景子にしても個性的なキャラを演じたことで高視聴率を記録、高越ガールがどちらに転ぶかも注目が集まっていますとの見方もあって、とにかく話数を重ねることで石原の新たな魅力として定着させられるか、それとも受け入れられないまま撃沈するのだろうか、次回からも目が離せない。なるほどね。うん、でさらにね、ウェブサイト日刊大衆10月7日付の記事では、河野悦子の服装が地味にすごいどころじゃなくかなりすごいと話題になっている、ファッション誌の編集者よりもド派手なファッションに身を包み誰よりも目立っているのだ、番組公式のインスタグラムにも悦子のファッション写真が投稿されたりと、ファッションが見どころの一つにもなっている、同性からはさとみちゃんの服装おしゃれ、こういうのが着こなせる人になりたいなぁと憧れの声も上がっているが、一方でいやいやいや、こんなん職場の服装じゃない、個性的で最先端な服は石原さとみに合わない、服に着せられてる、石原さとみの服流行なんだろうけどやりすぎると逆にダサいといった声も上がっており、まんまと主人公のキャラクターにハマってしまった人が続出したようだ。とある芸能ライターによると、面接の時からド派手な赤のスカーフに金の大きな耳飾り、これだけでも首をかしげてしまいそうですが、さらに大御所作家に謝罪に行くシーンの服装がデニムのジャケットに相変わらずのスカーフ、そして柄物のスカートにブーツというとんでもファッションでした。ツイッターや掲示板では普通だったら怒られるレベル、こんな格好で謝罪に行けるかとツッコミを入れている人がたくさんいましたねとのことただね、賛否両論あるということは、それだけみんながしっかりと見てくれた
ってことでもあるわけで、ね。うん。ということで、何はともあれ、地味にすごい、高悦ガール、河野悦子、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。